もうドヤ顔、もうこのドヤ顔見てもらうのドヤ顔。ロボパパです。今回はこれ、この形 ね、かなり苦手なんですけど、ここにドンピシャに入れるかどうか、はい、これだったらこの棒がちゃんと俺のところに入れば、まあ、落ちるんだろうという感じなんですが、1万円で一体何個取れるのやりたいと思います。イエイ、ドラゴンボールからやっていきたいと思います。めっちゃ取りやすい台と取りにくい台があるかもしれない。なんで超押しでさ、そうやな、超押しで一番引きたいのですが、一番狙いやすい。どれぐらいの速さかはちょっと見たいと思います。あの悟空のところらへんで止めるつもりで。結構遅い、結構遅い。あ、速っ結構すぐ止まる、離したらすぐ止まる。じゃあそこに行ったと思った時に押した方がいい。予想ではめっちゃすごいスピードで行くから、そうそうそう、そんなことない。もうだから一番近いところで行くから、近いところ行くから。え、あ、惜しい明日や、あ、はい、明日や、はいはい、1位ぐらい、あ、はい、1位でも早い、1位ぐらい何言うとんやん、このおっさん、1位、あ、ちょい早い、ちょい早い、微妙にほんまちょっとだけ1、うん、あ、ちょい上や、ちょい上、ちょい上や、意外に難しい。1したよ、したよ、したよ。ほんまな、もうギリギリ入るぐらいだよ、きっと。入った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 。1個もゲット。1回100円ですよね。ゲット。これでも美味しいんじゃん。美味しい美味しい。焼いていくにはさ隣取れるの縦がやっぱ難しいから、下をこう狙っていった方が良さそうやな。あー、惜しい惜しい。上か。あー、下へ。あー、入った入った入った。戻ってた戻ってた。なんだ戻っていい。ほんまや、ちょっと。あー、上か。なるほど。あー、早い下へ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 。来た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 。どうよ。はい、2個目ゲット。いや、もう結構これ1万円使ったらものすごい取れてます。ちょっと待って、隣の台ほら、え、一番下の台は同じ高さじゃない。ちょっとそっち行ってんのこれ。まだまだでも1万円よ。あ、そっか。じゃあこれを狙って落とすとりあえず一番下の台を落とすか。じゃあ、うん、1、あー、上や上や上や、1、あー、上や、あー、1、あー、上か。あー、上やな。もうちょい下から見なあかん。あー、下や。下や。ちょっと今のはちょっとビビって早めに落とした。来た。来た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 。よっしゃ。おー、すごい。完璧や、完璧。完璧だ。3つ目。これ完全大量ゲットいけるな。どうよ、これ。もうドヤ顔。もうこのドヤ顔見てこのドヤ顔。横はね、別に全然いいんです。ちょっと間が空くと感覚がちょっとずれます。この戻ったりするのが遅い。ごめん、電話かかってるから。あ、もうちょっとやめてよ。ちょっともう入れとんのに。あ、待って、待って、待って。お父さんや。はい、ちょっと今ね、親から電話があって、もう何事かと思って慌てて出たんですけど、みかんの話でした。行くで。ありがとうございます。行くで。ちょっと感覚がもうだいぶずれてもたわ。あー、ほら。緊急事態かと思って、めっちゃ焦った。あー、ちょい上か。この辺か。あ、上や。難しいわ。遠くなるほど難しいわ。もう私は今心臓がバクバクした。バクバク、違う意味でバクバクした。あ、明日や。明日や。難しいわ。やっぱ難しいわ。まあ、感覚なんやけどな。感覚、ほんま感覚。感覚が一番難しいっていうな。上やな。早い。目つぶった方がええかもな。あ、全然違う。下や。めっちゃ下や。あかんわ。目つぶったな。目つぶったらダメでした。ちょっと上やな。疲れてきた。やっぱでも正面から見ないとしゃがんでやらなあかん、これ。うわー、ちょい上、ちょい上やな。あー、上や。あかんな、ちょっともう感覚がずれてきとうわこれ一回無理やったら次の台にする。あー、リセットせなあかんわ。あー、はい、勉強しましょう。続きまして、この台、この台はなんと、もう多分上にこう上がってこう、そうそう、なので上にさえあれば、まあ、さっきも言うたりしてんけどな、はい、上すぎるか。うん、これは狙いやすいな。その代わり横にずらんとないから毎回一個ずつ考えるのが。あー、ちょい上や。あー、はい、ちょい下やった。ちょい
ごい上か下やわ。あ、下や。あ、上や。上に行ききらんところで話さなあかんねんけど、分かっとってもできへんな。あ、いた。あ、いた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 。ゲット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 。来た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 。押してる押してる。はい、ゲット。ちょっと待って、今感覚忘れる。隣か。隣同じ高さなん？同じ高さや。全然違った。微妙に動く感じ。この台、これはちょっと下から高さがあるけど、こういう、あ、反応が出るんや。さっきと同じようなこの白い棒のね、さっきのいきます。あー、下や。あー、無理だった、今の。ちょっと上当たった。ああ、意識した、下にしてしまう。もうめっちゃギリギリやで。ダメ、ビビったビビった。ほんまにちょっとしか立てないから。ああ、待たい。ああ、いらんこと言わない。雑念、雑念。ちょっといらんこと言わんと。ダメだ。ちょっと高さが出ると格段にレベルが上がる。一番下の台に色々当たってほしかった。長々ビビったビビった。そう、もうめっちゃでもいいとこない。レイコンは何秒のタイミングやろ。これが欲しいな。うわー、いかへんか。残り1000円。1000円ぐらい買える。あ、取れてませんでした。取れてなかった。取れてなかった、ごめんね。なくなったんやけど。嘘、1000円使った。あ、なんとこの台に1000円使いました。しかも取ってなくてスタンバイの状態にずっと構えてたというね。なんと10個ぐらい取れたのに今。何言うね、1個は取れてないよ。あ、よかった、取れてない。でもね、って言うても何個取れたよ。一応5個かな。1円で5個か。いや、まあもうちょっと修行したら多分いけるんじゃん。で、あと下に景品がいっぱいあったら。はい、ドラゴンボールのこのフィギュアの台が結構取れたよな。そう、あと2か、なんかそれにしたらもしかしたらもうちょっと受け取ったかもしれんけど、まあ同じ経験よ。でこういうのとかさ、だって1個しかないやん。感覚を覚えたら1個しかないから、それやったらまた新しい台に行ってまた感覚を覚え出さなかった。はい、というわけでね、あとちっちゃい経験の台を狙わなかったのは、押した時にちょっと真ん中からずれてることで下に落ちてこない可能性があるんじゃないかってことで、大きい経験のものばかりを狙いました。はい、そういうところもね、見ながら取れやすそうな台を探してみるといいんじゃないでしょうか。というわけで、この動画少しでよかったらグッドボタンとしてチャンネル登録よろしくね。グッドチャンネルダフリーズもよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok もフォローしてね。バイバイ。Oh, it's...